どうも、じんたんです。限定キャラ来ましたね。創建強化記念キャラティナー、そしてファルファラ、これ水木奈々さんですね。ティナーがあの久住屋理恵さんですよね。で、男性のブラッドってキャラが鈴村健一さんっていう豪華声優陣のもと、かっこいい3人の限定キャラが来たわけなんですが、どうなんでしょうか、出るんでしょうか。ベアトリスも欲しいんだけどね。いやでもやっぱりあの限定の3人を狙っていきたいと思います。かっこいいもんな。しかもあの勝利後のモーションが全部固有っていう、しかも全員生産好きという、もうこれ当てるしかない状況に来てるわけなんですが、本当はね生放送でね引こうかなとも思ったんですが、まあ、出るんですよ、出るんですけど、引けば出るんだけど、もし出なかった時のガチへこみを見られたくないという、はい、要因から僕はやっていこうと思う。放送外で動画でやっていこうと思う。やっぱりねガチでへこんじゃうからね。なんか画面おかしくない？大丈夫か？なんか、あ、大丈夫か、大丈夫か、なんか顔歪んでない？気のせいですか？なんか、あ、大丈夫か、なんか放送画面がなんかおかしかった気がする。気のせいかな。まあ、とりあえずあのティナ、ファルファラ、ブラッド、まあ、最悪ブラッド以外のティナと、ファルファラを当てていきたいと思います。もうちょっとねあの喋ってないと心臓バクバクで死にそうなんだけど、まあ、とりあえずあの797半端ですが貯めてきたんで250個を使って、まあ、11連を3回引こうかなと思います。まだね島掘りあるんで頑張って貯めようと思います。もし当たらなかったらね、当たるけどね。だからファルファラとティナが出たらもう終了で、そこで終了で、ブラッドはもう狙わない感じでお願いします。お願いします。怖いんだよな。いきます。頑張って島掘りしました。あの何回も寝落ちしながら島掘りを頑張って今日の日を夢見ながら、くぎゅー1、 OK、 2、 3、 4、金率はいいんだ。5、 5、 5、 6、 6、 6、 7、 7、 7、 8、すげえ。金率はすごい毎回ね、いいんですよ。前回も良かった。ハンターハンターコラボ。でもね、出なかった。今回は、金率とともに、あーあと1、1。おっと！え、マジで？ブラッドか。いや、嬉しい、嬉しいんだけど、あと6回のチャンス。マジか。なブラッド出て他の出ないパターンみたいな。4かな、今。4、5、頼む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 。頼む、頼む、頼む。頼む6、6、7。あーそういうパターンなのかな。ごめん、ブラッドをダメって言って、あーかぶった。そうか。いやでもとりあえずブラッドだ、かっこいい。後ろのガトリングとこの木槌の似合わなさがやばいですね。格差がすごいな。装備格差がすごいな。もうブラッド嫌いじゃないけど、100万ドル、100億、これなんて読むんだっけ。ドルドルドルの男、トリプルドルだっけ、トイプードルみてえなね。トイプードルみてえな野郎ですよ。一回戻ろうか、一回戻ろうか。あー、ティナとファルファラ欲しいな。クギューと水木奈々さん欲しいな。あーどうしよう。なんか出る気がしないんだけど。なんか全く出る気しないんだけど。かわいい。露出狂だもんな、もうすでに。ブラッド来た、ブラッド来た。オッケー、まあまあでも、今いい流れ来てるから、次、ファルファラティナみたいな、そういう、11連に1体出るみたいな、そういうやつ、だと思います。ダウンロードは入ってください。オッケー、ダウンロード入った。オッケーオッケーオッケー。金がないよ、金がないよ。1、2、3、4、5、 OK、 666、よしよしよし。金率は毎回いい、金率は毎回いいね。半分以上出てる、6出てる。頼む頼む頼む。ティナファルファラ、ティナファルファラなんだよな。うー、鉄矢。1、2、3、マジか、マジか。あと3回のチャンス。4、
4か5か5かちょっぴりちょっぴりちょっぴりだけチャンスを。まあ普通そうなんだよな、普通これがそうなんだよな。ちょっときついぞこれ、ちょっときついぞ。まあでも出たからね、出たから外れじゃないんだけど欲しいんだよな。ティナね、他の人がね使ってるの見たんだけど、他の人 あのリーダーキャラで見たんだけど強すぎない？ちょっとあれだよね、アーマーバリアあるよね、欲しいんだよな。ファルファラも欲しいんだよな。まあ回します。まあ出なかったら貯めていきますわ。まあ出るけどね、クロちゃんも泣いてるし早めに決着をつけたいと思います。おっ、オッケーオッケー、ダウンロードきた。1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8、金率すごいな、金率すごいな。ファルファラ、ティナ、ティナ、ファルファラ、頼む頼む頼む、どっちかというとティナ。1 2 3 3、コロちゃんちょっと待ってね。4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7、爆死か、爆死なのか。ラスト1回引こうか。コロちゃんも部屋から出せと言ってるところだし、出ないか。まあブラッド出たからな、まあ今回は当たりかな。ラストこれ引いてダウンロード、あ来た、起きた、これはティナ来たんじゃないか。ティナ、ティナ、ティナ、リーダーは俺だ。お前は違う。あーそうか、こういう感じか。そうか、ブラッド出たか。ブラッド出るなって言うんじゃなかったな、出るなって言われたら出たくなるぜみたいな、そういうそういうやつそういうやつかな。でブラッドどうなんでしょう、始めましょう。全員の能力まだ見てないんですけど、とりあえずティナだけ他の人のレベル100のやつ見たんですけど、ティナがやっぱり今回の一番の当たりだと思うんですが、ブラッドどうなんだろうか。あ、見てくれた方ありがとうございます。最後までありがとうございました。まあ、とりあえずガチャ引くのはここまでで、ちょっとキャラだけ見て終わりますので、もう用がない方はね、ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。まあ一人出たからそんなへこんではないけど、ちょっと見てみようか、どうなんだろうか。名の前情報もらしいね、やってますんで。あー、ティナ欲しかったな、ファルファラ欲しかったな、島掘りしなきゃ。せやない、ちょっと見せてくれ。ブラッドだ、超力貸せ。この武器かっこいいよな、これ見た瞬間ね、剣かなと思った。まあ剣ではないか、こんなでかい斧か、斧しかありえないか、こんなでかい武器は。ブラッド、パーティー全員の与えるダメージが中アップ。待って待って待って、スクーレティファーネ、敵にダメージを与え体力を奪う。ドレインなのか。攻撃力アップ 50%、 物理ダメージ軽減 50%。 やっぱ最近のキャラって自己強化バフがすごいですね。バフの嵐だな。カウンタースピン、強化後のチャージスマッシュは敵の攻撃威力を 50% ダウンさせることがある。すごいな。でも斧なんだよな、斧キャラ基本使ってないからな。レオリオしかり、今までのキャラしかり、粗暴だがいいやつらしいよまあはい、というわけで、ブラッドが今回当たりました。みんなはどうでしたか、爆死でしたか、これにおいで、それともお目当てのティナとかファルファラとかブラッド、まあどれがお目当てかわかんないですけど出ましたかね。みんなの感想とかコメント欄に書いてやってください。バットをまたつけていきますんで低評価とね、嫉妬のコメントを残したいと思いますんで、よければお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。今から俺はクロちゃんにご飯を用意して、クロちゃんのために働きたいと思います。お疲れ様です。島掘り頑張ります。帰ってきます。当てるまでやります。
お疲れ様でした。